ャコ天を食べて帰ります。3,040円返しで、先に3,000円の返しですよ。宇和島ジャコ天、うん、はい、キクラゲ店と、あと宇和島、どこに書いてるの？宇和島じゃこ店、はい、いる？一つと一つ、はい、キクラゲも一つで、はい、と、は、なんか浜のな、なんか、ラタンは、はい、60円の、125円の方、125円の方で、125円、ありがとう、あとレンコンのやつもください。はい、以上で、じゃこ店買いました。後で食べたいと思います。イエーイ。さっきですね、ここの空港に着く前に、バスに乗ってたんですけど、私はコロコロ持ってます。もう預けてるわ。そのコロコロが新しい新品のスヌーピーのコロコロで、やっとこの日が使えると思ってそのコロコロを持ってたわけなんですけど、やっぱ新しいコロコロって下のコマが結構ね、スルスルスルっていくんですよ。だからもう手は添えるだけで全然進むタイプのスルスルとし、まあ、新品のありがとうっていう感じの、コロコロやったんですけども、そんなコロコロが私はちょっと目をずっとこうやってちゃんと持っててんけど、ちょっと目を離した時にもう一番ほとんど後ろらへんのところに座ってたんやけど、もう前の方までコロコロコロって転がっていって、その時の背景のちょっとやるわ、その時の再現をしたいと思います。恥ずかしかったわ、めっちゃでっかい声で待ってコロコロみたいな。なんならさ、運転手さんがめっちゃ優しい人で、あ、すいませんみたいな、いや、ブレーキするのが当たり前なんです、違うんです、私のここの注意が良くなかったんですっていう感じなので、そんなことがありながら今空港に着きました。なので皆さんもコロコロ新しくしたらコマがめっちゃ滑るよっていうことをちゃんと考慮に入れながら、ちゃんと持ってふっと持った時は足でこう押さえるなりなんなりして、人様に迷惑をかけないようにしていかないといけないなと私は思いました。皆さんも気をつけてね。めっちゃ風味がいい、美味しい。揚げたてを食べたかったんですが、なかったのでこれで我慢しました。でもめっちゃ美味しいです。今日も見てくれてありがとうございました。 JAL です、今日は JAL です。なんとですね皆さん、今さっきこのじゃこ天を、さっき買ったじゃこ天、このここのさっき買ったじゃこ天なんですけど、美味しすぎてたまらんーってなったんで、今空港でまた買ってきました。じゃーん、なんかサービスでもう一個つけてくれました、エビのやつで、これがじゃーん、四国型になってるそうです。ほな呼ばれようか、いただきます。うん、味全然ちゃうな、めっちゃ脂っこい、これで美味しい、これはこれで美味しい、お前エビ天です。これはおまけでつけてくれたそうです。やったー、ありがとう、いただきます。エビめっちゃ美味しい、めっちゃエビの風味が効いて美味しい。これが炙っても美味しい、これなんか炙っても美味しいらしい、こうやって炙ってフライパンで焼いても美味しいらしい。皆さんも愛媛に来たらじゃこ天食べてみてください。じゃあほんまにバイバイ。